ボビーアトレザーどうも、ボビーアトレザーのボビーですとかって言うわけ。はい、で僕は何言うたらいいですか。俺が紹介するわ、はいはい、今多分ライブってなってるから、はいはいはい、これは回ってるはずない。回ってるんだ。そう、どうも、ボビーアトレザーのボビーです、はい、今ですね、大阪のアベノハルガスに来ています。で、まあ、今日22年ぶりぐらいやで、22年ぶりぐらいですかね、うん、そう、はい、僕のですね、うん、僕は小豆島出身なんですけど、小豆島の小豆島高校の美術部の後輩の、はい、三好寛君に来てもらってますっていうか、多分、まあ、身内が見てる感じ。ボビー先輩にはお世話になりました。なんボビー先輩や。でやって、で今日はですね、なんでこのアベノハルガスにおるか言ったらですね、はい、あれどうぞ。今アベノハルカスで今日16日から庵野秀明展を開幕しました。僕その展示の担当やっております。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さん来てください。そういうことですね。庵野監督のですね、はい、展示会が今日から華々しく、はい、開催されてます。もう新ウルトラマンとか仮面ライダーも、新仮面ライダーも、うん、それからエヴァンゲリオンもみんなも、シンゴジラも、シンがつくやつ大概もう全部ある、大概あります。もう映画も見たってしゃあないし、あのなあ、僕もあの東京で、うん、たまたま去年やったかな、東京で、はいはい、行った時に、そうそう、去年ね、あの、うん、たまたまプラプラ散歩した時に、ほんまたまたまですよ。ほんで見つけて、あ、こんなん今やってんねやと思ってね。そうそうそう、僕何も言ってなかった。そう苦労思ってなかった。それはさ、あの東京行ったもんごっつい久しぶりだったから。ほんで、カニ、なんか後で連絡したよね。そうそうそう、あのなんかで乗ってたよね、名前がね。まあちょこっとね。そう、はい、で、まああとほら、はい、ホビージャパンかなんかの、あ、そうホビージャパンで、僕あのホビージャパン、うん、ね、僕はあのプラモデル好きやから、あれプラモデル誌、そう、はい、その分の、うん、にもなんかなんか仕事しとんよね。ちょっと、うん、最初、うん、あの僕があの久しぶりに連絡したのは、はい、あれや、はい、あのエヴァンゲリオンの、はいはい、何やったかな、はい、なんかの庵野監督のドキュメンタリーみたいなやつを、はいはい、NHK でね、そう、はいはい、それを、Amazon プライムで見てた時に、そうそうそう、出てるやんと思って、ほんで電話して、ちょっとだけ出ました。そう、らしい。ちょっとだけ。だからね、そういうのやっとるからね、はい。これちゃんと流れとんかな、これちょっと。流れとる。流れとるだろうな。はい。接続 して、はい、なんかちょっと、だいぶ見てないからあれけど、まあこれあのアーカイブで残るからね。地上80メートルのところにおりますよ。そう、地上80メートルのところおるけどね。これ多分、まあ終了って押してないから多分大丈夫だと思う。大丈夫ですか。な、そう、この今あのこのガラスの向こうにですね、そう、こう庵野秀明展って書いてある。見えようじゃな、ちょっとカバンも全部置いてまああのこんな感じでやってるわけですね。こんな感じで、カバン悪いこんな感じで今やってる。彼がですね、であの失礼ました。そう、失礼で、あのまあお偉いさんで、あと、はい、あ、関東をおった時は、うん、スタジオジブリじゃなしに、ほらジブリ美術館、ジブリ美術館を立ち上げる時のなんかパンフレットを持ってきてくれたよな、ライブで。そうあれをあれ今もあれか、だから20年前ですよ。あれ20年前やろ。20年前あの その時ジブリの森美術館がのなんか、うん、あれあれは何をしとったの、あの時。僕はあの時あの学芸員、学芸員の仕事を教えて、あの美術館で何でも展示こと考えたり、うん、いろいろする人です。あ、なるほどね。学芸員、学芸員ってなんかほら、はい、ピンとけへんかったから、まあ、うん、展覧会の専門職みたいな。でまだ絵描いたりなんかしよん。いやいや、もうあんまり ほとんど、うんうん、そう、まあ、僕はまあ、ええね、あの美術部のあれで、僕は、まあ、まああんまり絵はそんなあの同級生の浩平っていうやつの方がよっぽどか、あ、ね、あいつが一番一番うまかった、ね、だと思うし、やっぱりこうね、やっぱりそうやけど、うん、やっぱり僕らこうやって元気でおるうちに、うん、あ、会わないかなと思ったよ。そう、最近ほら僕50何歳になったよ。52です。52や、55や、今年な、そんな今年53です。はい、そうやろ、うん、もうすぐ。それ考えたら、はい、なんかほら会える時にな、そうでゆっくり人生ね。そうや、ほんで、うん、俺な今でも覚えとんが、はい、関東昔、はい、
東京ドームかなんかの近くの便所でばったりおたんを覚えたの、たまたまあの用を出しに行って、ほんでほら中でパッと ドア開けたら大田やろ、手洗うとこで全然あれそう携帯も何もない時代やね、おおと思って、世界は狭いと思った、そういう思った52と55若いという夜で関本君でね、関本君があの今阿部のハルカスで今日からやりよるわ、やりよるで、うん、それ頼むでごっつええでごっついんですよほんまに、いや俺なんか、うん、あれ、まあ、かんのね、あれも知らんとさ、行ってな、はい、のっけからさ、うん、俺特撮好きやんか、ずっと僕も好きです、特撮オタク、オタク、宇宙戦友雑誌ずっと読んでる、なかなかおらんそれほんで、ほんで、うん、な高松で宮脇行って、成田徹先生のやな、うん、画集とかいろいろ買ったで当時、うわ、それはもうレアレア、ほんでさ、うん、な、うん、あの当時3000何本したわさけど、お父ちゃんがもう俺、うん、ほんでまあほら引っ越したりとかするやんか、一人暮らしだったほんで、はいはい、悩みに置いとってもろたんやけど、はいはい、いろんな本と一緒に、はい、猫先掘られとったあれ貴重やんな、今思ったら成田先生の、まあ、成田先生の翻訳ないですよ、そうやろそうやろ、まあもう今回見て懐かしかったもん、いろんなもんが、もう成田先生の絵も飾ってますから、そう、あ、そう、あのウルトラマンのほらあのカラータイマーがないやつないやつ、うん、もう今のウルトラマンもうカラータイマーないですからね、そう、はい、今度の真の新ウルトラマンは あれもうやっと今年やんな、あれも今年もういや来月ですよ、いや来月も5月の13日からなぜかあれ、うん、なんでネロンガやったっけ、ネロンガとガボラが、そう、なんでネロンガとガボラなんかが、うん、まあそれを知りたい意味もあるよ、うん、普通なんかイメージ的にあのバルタンとかなんかそういうメジャーどころとか、あとレッドキングとか、そうそうそう、なんかちょっとそれ系に行きそうやのに、あえてのマグラ系、そうそうそう、四つ足そう、はい、な、うん、だけどなかなかそうあれ、うん、であの庵野監督がもしあの、はい、ペスターとかやったらどんな感じかなと、いろいろ考えた、ペスターな、うん、ペスターもまあおもろいけどそうだ、うん、けどすごい楽しみ、ライダーも楽しみやね、ライダーおもろいですよ、中野さ、うん、あの展示の分であの、はい、マスクの原型とかいろいろ出てくるあれ見た時にもテンション上がって、もう写真撮りまくったから、そう中で写真撮れるんですよ、うん、皆さん、ほんまレフラスとザラも出るらしいとかで、そうそう、ほんま、あのね、そう今日から予告編が解禁になって、うん、それでザラブ星人出てくるんですよ、ザラブが、ほんならということは偽は、うん、出てくる、さすがや、もうミノルさん分かっとる、偽がもうそれはザラブといえば、ちょっとやばいなこれ、ザラブといえばあれですよ、でほん で,、うん、でメフィラスは、メフィラスが名刺を出すシーンが一カットだけ出てくる、ほんま、うん、メフィラスって頭いいから、うん、もう地球人のフリスもうまいから、うん、だから名刺を差し出して私はこういうものですみたいな感じで出してるシーンが出てくるんですよ、俺なメフラス好きでな、うんうん、ガレージキットで、はいはいはい、黒いやつな、そう、あの分でな、うんうん、ウルトラマンの シーマスクの立ってるシーンがあって、かっこいいやつな、その分は、うん、メフラス星人と対話してるシーンがあって、そうそうそう、当時その立ってる姿、立ち姿を、うん、あの造形にした、そう、はいはい、それを持ってる、あの作ったよね当時、まあまあ、キットカットな、こんな話やがい、ガレージキットやで、そう、ごっつ嬉しい、あと俺あの、うん、俺とか言うとけどもうええわ、うん、でだから、うん、今もあの初代と、はいはい、あと仮面ライダーもそうだけど、レーザーディスクで持ってるね、ああ、レーザーディスクなかなかないですよ、もう見られ、今もう見れないけど、大事大事、ジャケットがいいんや、カエダさんと同じで、ね、カエダさんのかな、そうそう、カエダユージさんのイラストがめっちゃかっこいい、そうあ、カンも知っとんや、知ってますよ、会ったことあるん？カエダユージさん会ったことあります、ええ人ですよ、もうさ、俺からこしたらさ、うん、憧れの人を全部会うとんよな、いや夢を叶えた、たまたま夢を叶えた僕の同郷の後輩で。先輩は何をやっとんの？何言ってんの？何言ってんの？いや、こうやって元気そうにして、ほんまに、そうや、変わらず、そうや、うん、これだけど相変わらず、ええ、また後であのこれ配信終わったらいろいろ教えるわ、はい、だから庵野監督でも打ち合わせを直にやっとんやな、まあ当たり前や、直がずっと、まあ、打ち合わせせなあかんせなね、します、ご本人と面識のある彼ですけどね、もういろいろ雲の上の人みたいな感じになってる、ね、いや何言ってるんですか、まあ、安倍のハルカスの上におるよ、そう、安倍のハルカスの上におるけど、ね、あのこれはだからずっとこれを設営とか、そう、あの
初手全部さ、あの、あの特撮の小物みたいなの、うん、本物のやつや、あれ、そう、タック、タックファルコンとかもの、まあ、マットアローとかね、あのマットジャイロを見た時に倒れそうになったね。マットジャイロはめちゃかっこええですよ。あ、かっこええ、うん、ほんでタックのやつもそうやし、うん、あと嬉しかったんが、うん、スーパーガン系のやつ、あのあるんや、あの辺の、あれ本物やな、あれ本物ですよ、あれが、うん、今回も展示されてるのよ、ガンは全部揃えました。ああ、ほんで、うん、あの、なんていうの、懐かしい、みんなが懐かしいと思うと、うん、あと僕はあの感動したのは、庵野監督の、うん、自分で撮られた作品とかの映像とか、はいはい、もう大阪芸大時代に撮った映画がいっぱいですよ。そう、そう、うん、大阪芸大、大阪芸大出身ですよ。大阪芸大ね、うんうん、何のかすりもしてない。もうそれはしょうがないです、しょうがない、それはしょうがないね。だからいろんな、まあこうね、うん、ちょっとずつこう、うん、こうやってええ、ね、コメントも、コメント出てきますね。そう、これね、うん、何分かやってた方が、はいはい、あのどんどんこう何かが追加がみんなが見てくれて、ええ、してくれて、ほんまに、なんかちょっと長めで長めにやる、全然今さっき再開したばっかりで、今おったばっかりですよ。あのまだなんちゃ喋っとらんねん、何も喋ってない。今ここで元気とかね、ここで普通言うやん、あのそう、ね、家がどんなになっとるか、ラジオンとか島のな、ラジオン、それ後で喋ろう、後にして、今なんか2人でなんか急にテンション上げて、あの全然シラフで、ほんまや、あの多分仕事、うん、あの設営の明けで、ええ、もうハイになってしまって、もう、はい、もう終わったから、ほんまですよ、今日始まるんだけど、まあ、彼としては今日終わった、皆さんにとっては今日始まりですけど、僕もう終わったから仕事。そんな感じです。もうああいう新幹線乗らない、新幹線、そう、ほんであれやね、ええ、あのジブリの時もほら、はい、俺いろいろ見に行ったけどな、はいはい、あの大きにアリエッティやったっけ、あのアリエッティ展やりましたよ、うん、うん、もうあれはやってないんや、あの大河原国夫展とか、あれは違うね、会社が違うの、会社が違う、会社が違う、あれも見に、昔見た方が見に行ったけど、はい、そうけど、あ、僕が今までいろんな展示会見た中で、うん、一番しびれたんはあの この庵野秀明展、うん、うわ、ありがとうございます、嬉しい、今までのいろんな展示会とか行ったりとか個展とかいろいろ行ったけど、うん、あ、心の中がもうわしづかみにさ、あれ入った瞬間からわしづかみやから、本当ですよ、ほんでもう、ええ、ちょっとみんな動かへんのな、あの滞留して、そうそうそう、あの写真撮りまくる、ウルトラマンの前でもうバシャ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 撮るんですよ、バッカス三世何枚撮ったか、もう写真、バッカス三世好きな人はもうさすが2やね、うん、スターウルフ好きやったし、スターウルフで獅子道場で、そう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 、俺ら世代、ほんでさ熱狂しちゃったわけや、うん、であとめっちゃかっこいい、あのジャンボーグナインがしれっとあったやろ、そうジャンボーグナインだけじゃない、隣にちゃんとジャンカー Z があるんですよ、あの車、あ、そう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 、あのツートンのな、そうそうそう、なぜかあのあのなぜかミニなんの、あんなミニ、そうちっちゃい、そう、うん、あの N かな、あれそう、ホンダ、ホンダ安井君が乗ったら、そうそうそう、安井君の小豆島よう見たね、ああいう、そう、そう、ああいう車、島に行ったらあのポピュラー、道狭いから、そう、はい、あとさ、あのもうほとんどの記憶が、ええ、正直その特撮のところや、そう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 、あれを、うん、ちゃんと保存してる会社があるもん、あのやっぱこの展示会でいろいろ知ったんや、はいはい、あれで、うん、すごい勉強にもなったし、はい、あ とそれを見た後の新ウルトラマンとかの世界に入っていって、そう新カメラで一通り見た後、あのエヴァンゲリオンとかも見た後、最後はもうあの新ウルトラマンと新仮面ライダーの、うん、もう今出せるもんはみんな出しましたから、あれもう全出しやな、すごいな、全出しやで、もう、うん、どんだけあドラマチ、あ、庵野監督、うん、庵野監督先頭でウルトラセブンごっこやってけど、あれほんまかいてよっ、その話があるんや、そうそう、まあ、裏話多分いろいろ聞けると思う、はい、そういうふうな、あの、はい、彼が一番あの近くに おる人とかやから、僕は先頭一緒に行ってないから好きなんですでもほんま好きなんですよ、あ、ほんま、ほんま好き、それはミノルさんと同じで、うん、ウルトラマンも好きや仮面ライダーも好きなんです、うん、でもそれは日本に住んでる男の子はみんなそうや、みんなそうやな、みんなそうや、ほらだってヤマトのこととか、ガンダム系のもちょっとヤマトもガンダムも好きあったから、うん、あの、で、何歳なんやろ、そこで、ね、ちょっと上か、僕らよりえっとね、60年生まれやから、あ、もう62、うん、うん、です、一番暑い時やね、だから、うん、そう
だからもうカラーテレビにずっとみんな見っぱなし でおもろい漫画も面白いアニメも面白い特撮もみんなあったんですよ。リアルタイムで通ってる大先輩やね。それで影響されて、でもそれを影響されたら今度は自分で作り始めるというところが庵野秀明の面白いところ。だからシン・ゴジラも、うん、あれ2せえへんのかなとかさ、あのほら最後の終わり方のとこってあるやん。そうそう、続きありそうみたいな。続きそうそう、余韻が残すから余韻がある。だからそう、あの尻尾人間見ました？見たよ。ごっついでしょ。 あれがさ、うん、自分の尻尾人間を見た時に、うんうん、自分だけがそういうふうに思っただけかなと思って、はいはい、で後でほらあの映像が家でも見れるやんか、はい、それ見た時に、うん、やっぱり、うん、そうやなと思って、本当に今回見た見た実物語ってるから、シン・ゴジラの最後に出てくる、うん、尻尾の人間、うん、あれを見た時に、あ、うん、ほんまなんや、うん、あのリアルにしびれたね、うん、あとあれほんまでも CG でやっとんやろ。あれほんまはゴジラは CG やけど、あの尻尾のあそこだけはあれ実物なんですよ、うん、あれ実物撮りなんですよ。あ、そう、あのこう舐めるように、そうってあれ実物撮りなんです。実物があるからここに安倍野にもう舐めるように見てください。もう舐めたらあかんけど、あのほんまにちょっと、あと巨神兵みたいなの、巨神兵も、あの巨神兵良かったんや。そう、あれいいな、あのあのもう両方アニメの巨神兵も実写の巨神兵も両方展示してますから、うん、もうなすごい、あのね、うん、あれ解説、あれ解説ガイド付きなの、あれ付きありますよ。ガイド付きで見たら多分もっと深くなると思うし、ガイドでちょこっと僕も喋ってますから。あ、そうなんや。そうだね、ちゃんとあの彼もガイドしてるから、はい、もう何でもかんでも、皆さんガイドの音声ガイドのメインは斉藤匠さんですから。あ、斉藤匠さんは思ってない、うん、思ってない、ね、思ってない、チラッとだけ。ちょっとあの小豆島の斉藤匠ですから。小豆島の違う。いや、俺最初さ、うん、あの俳優さん見た時に、カ、う、ン、ん、と漢字が似てるな思ってね。カンとあのウルトラマンなれんから。そうか。今度ウルトラマンになる。ウルトラマンなんやね。なるんですよ、ウルトラマンに。今の予告編でまだブシュって変身しますから。そうや。うん、あとさ、うん、仮面ウルトラマンもそうやし、仮面ライダーあるやん。はい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 、あれのさ主題歌がもう。やっとるやん、あれはいいね。あれはね、主演の池松壮亮さんが自分で歌ってるんです。つまり藤岡弘と、だから藤岡弘さんの藤岡弘さんと同じ白い、あれだから白いベルトやったっけ。そう最初の白いベルトね。だからあの9・1号と一緒。そうや、うん、あのだからここ髪の毛が見えるわけ。見える仮面ライダーはほんまに仮面のライダーなんで、ほんまにあの、うん、当時はほら藤岡弘さんがほんまにしとったから、ね、そうほんまにしとったからで、途中からそれでエラに会うから、そう、それで2号が出てきたんやから、そうエラに会うから大怪我して、ほんまにさ、それで、ね、うん、そのこう続いていってで、はい、今回のマスクとかあれ見ても、はい、あの全部がいいよね。こんなんあったらええなっていうやつが全部もう入っとんの。あのほら、うん、あれスーツかなっとるやん、最後の。最後のね、あれレプリカ？いやいや、本物ですよ。やって。あれは、まあ、正確に言うと、うん、あれ撮影用の本物のマスクとスーツを作った人がもう一着作ってくれたんです。それを飾ってる。あ、同じの。だから同じ。ほんまもんやん。だから撮影用ってほら、2個とか作るでしょ。だから、ほんま2個ぐらい作っとったんかな。それを、うん、あの庵野秀明がオーダーでもう一個作ってくれ、うん、展示するから、うん、言ってくれたんですよ。そういうふうな、それ飾れ、あ、それを飾ってるから、それ飾ってるから、いや、あの実物ですよ。なんていうの、このほら胸元のさ、あれが全部一緒、あれがさ全部一緒、あのなんていうの、ファンっていうか、なんか、うん、あるいはの細かい、はい、コンバーター、ね、コンバーターかな、うん、あれようなところの、うん、細かいところの、うん、まで、そう、グローブ もう全部なんや、もうかっこいい、ベルトの全てがのあの緻密に、うん、緻密なんや、あの多分映画ではほらスルーされるような感じの、うん、画面にはパッとしか映らん、うん、さやのに、うん、そこまでこだわって、うん、なおかつさ、うん、あの、打ち合わせの資料みたいなの載ってた時に、はい、修正箇所とかあの感じの全部やって、全部こう赤裸々に見せてますそう、あのそこまでのこだわりというか、そのちょっと直すんですよ、うん、な、うん、もう見たいんで、そうやろ、うん、で素人が見ても分からへんやん、そんな僕らが見ても、例えばもう何が違うんって、そう、もうええやんってなるところを そこまでもじ、うん、あのなんて言うたら妥協なし、あ、妥協がない、その通り、うん、やっぱりこの未来永劫残るものやから、だってこの映画もそうやし、はい、あの今後50年100年後そう残るもんやん、そう、スーツもスーツもマスクも全部残しますよ、うんうん、
さやかそれを考えた時に、うん、そこまでやっぱり妥協がないということ、そう、それが自分もほらあの、うん、川細工ここでやってるわけや、うん、そう思ったね、はい、あの妥協があったらあかんね、やっぱそんな思って、はいはい、こういうふうな、なんかやっぱね、仕事したり音楽作んでもそうやんか、同じですよ、もうほんまに、だから、うん、そう、あのたまたま庵野秀明がやってることを飾ってますけど、これは世の中の人、一生懸命頑張ってる人、うん、みんなに通じることだと思ってますよ、うん、クリエイターのね、そうそうそう、もの作ってる人、うん、みんなのための展覧会やと思ってます、うん、いやこれほんまにあのね、うん、この展覧、単に展覧会という言葉で言うよりも、うん、全部がすごい、あの、うん、展示してる作品もすごいけど、うん、展示をしてる作品をディスプレイしている世界観がすごいから、うん、ありがとうございます。これ見ておもろい、うん、あのそこにもかなりやられた、はい、ストーリーもそれも展示会でも並べただけじゃなし、そのストーリーもあって、うんうん、あのそう、あの体験して終わった後に、うん、まあ、正直あの頭がふわーっとなるぐらい、ほんまに、いやほらまた今日も、そう、まだ行かないから、ね、6月19日までだから、またちょっともうやってますから、確認のためにも行かないだし、これはやっぱりその、うん、何とも体験したくなるようなものやってから、繰り返し見てください。そうそう、ほんで図録もこれ出とんかな、出ました、な図録がね、これまた分厚いから、うん、そうやろうな。だって展示の点数がね、もう1500点ぐらいありますから、そうやろ。で全部載せきれないという。そうやね。ほんでさ、うん、あの撮影禁止のとこがまた良かったよね。そう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 、あれはあれで良かったよね、はい、うん、だからもう見てもう心に秘めて買えるだけのものもいくつもあるので、る、うんうん、オスプレイの設計はマットジャイロを知ってるね。あなるほど、オスプレイはね、分かる分かる、うん、そうやろ、まあ、マットジャイロ、そう、もうあの現実を先に行ってたんですよ、マットの人は。そうや、あとあれもウルトラフォーク1号が嬉しかった。ウルトラフォーク1号はこの展覧会に間に合わせるために修復 したんですよ。そうなんや、そうだから当時のものやけど、もうこれ撮影に使った後やからもうボロボロやったんですけど、それをもうずっとそういうのを直す専門の人がおって、うん、原口さんいう人がおって、うん、でその人がよっしゃ直して、であのご覧いただいた東京の庵野秀明展に、うん、間に合わせてくれたんですよ。そうなん、うん、あれ1メートル以上あるよな。ありますよ、あれ運ぶだけでも、まあまあ、そうそう、気合入るよな、まあまあ、まあまあ、でしかもあれね、あのアルファ号、ベータ号、ガンマ号に分かれるんですよ、あのあれがな、ウルトラフォーク、あのフォークもウルトラフォーク3つに分かれるでしょ、うん、うん、アルファ、ベータ、ガンマと、うん、そう、あれが分離するやつでの、そう、だから本番に使う、しょっちゅう使えたやつやな、そう、本番バージョンだ、ちゃんとピアノ線通る穴もある、うんうん、あれも良かったな。何、あのセブンのメーカーも全部良かった、うんうん、はい、あの1号もあったかな、あのサンダーバードもなんか落ちなかった。サンダーバードもあります。サンダーバードまであるんよ。サンダーバードはなんでサンダーバードのあのね、サンダーバードはね、サンダーバード55いう、うんうん、あのあこれはまた向こうで、うん、そのイギリスでごっついオタクの人が、うん、サンダーバード復活やえて映画作ったんですよ。なんかネットで見たそれ。それをもうそっくり作って、当時のもう人形を再現して、うん、ほんで、であの音源だけあったストーリー、うん、幻のストーリーを今度は映像化したんですよ、それで。でそれが映画になって日本にも来て、うん、でその際の撮影の時にまたサンダーバード1号とか2号をもうそっくりそのまま再現したやつ作って、で使ったんですね、うん、その使ったやつを輸入して借りて展示したんですよ。だからあれって思って最初は、そうサンダーバードはだからサンダーバードほんまそっくりやから、当時と、うん、いやあのね、もうメカをさ、うん、今パッてほらあの、うん、今久しぶりでだからさ、あのハケで出てけへん名前も多いんやけど、ただ、まあまあまあ、全部が年寄りあるあるやん、あそう、あれやあの形は見えたんやけど、あのそうそうそう、名前が出てけへん、名前が出てけへん、名前がそう、あの映像は見えとんの、うん、そうそうそう、水はあるくっきりある、そういう風な気持ちに思い起こしさせてくれるで、でもサンダーバードが思い出せる。そうだから、うん、セブンもそうやし、あと、うん、あとな、うん、あの東方の映画の、はい、なんだっけ、ドリルがついてる、メーサーとかの辺はないかな、メーサーはないけど、海底軍艦の5点や、5点や、5点のホマモン、あれホマモンやな、あれホマモンめっちゃでかい。ほんで、僕はあの、ええ、海底軍艦の5点号のプラモデルを、うん、高校の時に、うん、矢野のおもちゃ屋で
こうだよね昔あのノーマにある、まあ、ノーマのノーマにあるそれをさ、はい、その昔そういう本とか結構 あった朝日ソノラマのシリーズで、はい、いろいろあって、はい、その分で、うん、あの本を見ながらさ作ったあのちょっと改造させたりとか高校1年の時はなるほど、うん、あのちょっと尖らしたりとかパーツをね昔はプラバン貼ったりとかして昔プラモデルそのまま作ったらカッコ悪いんですよそうそう正直そうやフォルムが惜しいよ全部そうそうそうだからあのほら改造せなあかんピンバイスでちょっと穴開けたりなそう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 穴しよったんやそうほんでもうガンプラもそうやかな当時からそんなのなかったちょっとむっくりしとんですよそう最初の方のガンプラはみんながちょっとね、うん、タミヤの、 あの、うん、35分の1の戦車みたいなじゃないからねないから子供だましね、子供のあれはちょっとね、うん、でもちゃんとその時からちゃんとしょったんです、ね、僕はしょったさすがあの高校1の時にプラモデル、うん、やっぱマクロスとかあの辺がまたグッとなってきたから あれが流行ったからはい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 あの辺でもうプラモデルやっぱ今だったらザブングルもそうやんか、うん、そうね今ちゃうか、うん、今ちゃうけどねもうだいぶ昔かもしれない、うんうん、いやいやいやこの俺らにとってはこの間って感じやろこの間ですよでこの間マクロス見ましたそうやろ、うん、さ今まではさ、うん喋れることあれから三十数年経ったよ俺ら、うん、今母校も今ないんや美術室も多分そうそうないない校舎がら空きですよそうやろ、うん、そうやのに喋れる内容はあんまし変わってないよね、うん、変わらないずっと同じことやるそうジークジオンと言うんやからそうでガンダムそう好きなだから今思ったらさ、うん、思ったよ、うん、好きなもんがずっとその、はい、青春時代から一緒なわけや僕もそうやしお互いそうなわけや一緒で普段別にその SNS でつながってるわけでも何でもない、うん、そうそうないわけ、うん、電話や電話とあの電話のメッセージが今あるからできるだけで連絡取れるだけでもうだからこのアニメや漫画の話とあとはもうロックの話したら一緒ですよもう全然俺な、うん、この間先週ちょうど、ん、先週に、はい、あのアースシェイカーとかアースシェイカーほんで、うん、あのフィ、うん、何ミッドナイトフライトのアルバムの、はいはいはい、LP 持っとったから名盤ですよそう、うん、ミッドあのラジオマジック入ってます、はいはい、それをさ、うんあのうん、持って行って、まあはい、ちょっとスタッフちょっとお手伝いさせて、はいはい、その時にあの、うん、片付けしておる時に、はい、LP をね LP ですよ LP みんなにさ CD ちゃいますよそう LP、うんうん、あのカイさんとかに、うん、カイさんごめんって、うん、あのって声かけて、うん、みんなにサインしてもらっていいですかって、うん、LP だから LP やねそう1984年に買ったものを、うんうん、2022年になってやっとあのなんかうれしかったね、はい、みんなサインしてくれた全員サインしてもらって最高やんなんか、うん、写真は撮あんま撮ってないけど、うんうん、一緒にねいやいやいや、うん、それ大事そうやろめっちゃいいそう、うん、なんかやっぱ前、うん、そういうイベントの時にちょっと後悔して、うん、あなんであのギターのシャラさんが持ってきたかったのにとか話してそうですねとか言ってでそれ以来あの LP をまた書いた時に島書いた時に、うん、あのも LP を、うん、あのレコード棚から出して出して大阪に持って帰っとったよ、うん、もうほんでまあちょっとコロナとかこんなんがあったりしてから、うん、なんかったけどそうなかなかなかったけど、うん、まあやっとなと思って皆さん元気でしたああそうやすごいねよかったあのさすがラジオマジックのカモンとか聞いたら感動したでもう鳥肌もう同じような感じの、うん、感動は、うん、もうそうそう、もう同じぐらいの、うん、ほらあのバンドで久しぶりに聞いてわーっと熱くなるやん、はい、その思いがこの展示会、はい、多分日本に住む日本の少年少女、はい、そううん、あれ女の子も面白いよな。いや、女の方でもあったやん、いろいろ。ありますから、うん、なんかね、グッとくるもんは絶対あるはずですよ。エヴァンゲリオンのこともそうやんか。エヴァンゲリオンもそうやし、うん、はい。ちゅうかな、はい、あの、ここだけの話やけど、うん、エヴァンゲリオンそんな詳しなかったんや。かまへん、かまへん。うん、あんま知らんかったね。リアルタイムじゃないしな。はいはい、で、まあ、うん、いとこの、あの、うん、8巻、うんああ8巻、はいはい、長谷川の、はい、あの京子の8巻そう、はい、8巻が「稔、うん、エヴァええぞ今ハマっとんや」とだいぶ昔なんで十何年前もう海外昔のアニメですよそうほんで、はい、たまたま、あの手塚治虫先生の、うんうん、手塚治虫美術館が今あるんや高塚、はいはい、その時にたまたまちょっと違う用事で行っとったけど、うん、時間潰しで一人でブラブラした時にちょうどエヴァンゲリオン展示しとったやん、うん、ああやってますやってます、うん、あのたまに当時あそこはね、うんはい、それを見て、うん、
ええなと思って、まあ、要はおもろいでしょ、全然違うかもしれないけど、うん、比較あえて言うたら、うん、イデオンが好きやったら多分好きやとか言われて、あそうなんや、そう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 、あそうイデオン好きですよ、イデオン好きやったから、名作です、ほんでまあそれやったらミノルもちょっとついていけるかもしれないね、ちょっとあそうなんだいや皆さん見たら面白いですからほんで、うん、劇場版とかそういうのもいろいろよくほらいろいろあるあるやんか、あるあるアマゾンプライムの見れたんですよ、うんうんうん、それで見て、うんうん、なんとなくポンアウトして、うん、であと中野、うん、じゃあ、中田あっちゃんが、はいはい、YouTube 大学で喋、はいはい、ったの見て、はいはい、でちょっとハマって、まあ今まあ個人的にハマっとるアニメは進撃の巨人やけどな あ, あとあれもおもろいからね、あとワンピースぐらいかな、あれもおもろいからなワンピースは息子に教えてもろうて、はいはい、第1話からたまたま見る、うん、なんか見れるやん、うん、でめちゃくちゃおもろいやんけと思ってそういうふうな気持ちとをずっと持ち続けてる、はい、この今回のこの展示会、うん、庵野監督の、はい、だからなんていうの、庵野監督の自分史をやってるのかな、ずっと、そうだから、でもね、自分だけのヒストリーやったらそんなおもろくならないんですよ、だからみんながああと思うようなみんなに共通してる体験を言ってるから面白いんです、体験をさシェアさせてもらうっていうか、その人生の体験を、そう、あ私もそうやったっていう、そう、うんうん、かつての自分と再会できたような、そうそうそう、あそんな感じ、ね、そんな感じです、うん、なんか それをすごく感じた、ぜひ皆さんも見に来てくださいね、うん、はい、何年か前ユニバーサルのね、ユニバー、ユニバーでエヴァンゲリオン対ゴジラがありましたね、面白かった、 あれなんか絡んだ仕事、あの時は直接ではないけど、うん、僕そのシンゴジラ の、うんうん、その本作ってましたね、そうなんや、うん、そうなん、シンゴジラの資料いっぱい載った本そんなん作ってる、死ぬかと思いましただけど今日さ、はい、こういうふうなことを、はい、生でこうほら関係者の人からいやいや聞けたということは、うん、関係者の人っても僕の、まあ、高校の後輩ですから、けど聞かれたら答えますよ、ということは、はい、非常に、うん、濃い配信やったんじゃないかな、今日はね、まあ濃かったと思いますよ、なんか、うん、なんか質問あれば関本君いいですよ、今回の誕生日いつとか、うん、あそんな違うそうあるかもしれないね、なんか後でもグッズ、あそうグッズのグッズがまた充実してますから、うん、皆さんお財布緩めて、そうや、はい、後で見たいなので、図録は缶の名前も載った、載ってますちょっとほんなら買うて、ちょっと缶にサインしてもらうからね、そんなことしたら値打ちが下がる、ミノルサインって書いてもらう、そう、いやでもほんまにね、うん、ゆっくり楽しんでもらったら、うん、面白いと思いますんで、ね、何時間でも折れるんや、あ折れますよね、ちょっとます来週行きます、あやった、うん、時にいつもな、うん、僕と会うた時にはこういう話ばっかりです、特撮の話とかそういうのもずっと絶対そういう人はね絶対来なあかんです、そうやろ、見る、うん、思うたんが、ええ、これを見ないと、うん、なんか人生後悔するぐらいの、うん、いやそれぐらいもう見れんのや、展覧会はね一期一会ですからね、機会を逃したらまたやってくれても、いやもうできませんよってなるからすごい大掛かりだよな、コンサートと一緒、うん、でさ、うん、なんていうのな、うん、物量の感覚がみんな分からんやん、見るまで、ああそう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 、なんかほらなただみんないろんな人が、うん、東京の時にはたまたま、うん、やっぱこの好きな人やっぱ多いわけ、いろんな業界関係、はい、関係なく、うん、で写真をなんかアップしててさ、大体、うん、みんなウルトラマンとかの前とか多いんやけど、撮るエヴァンゲリオンとか、ね、それでプラスなんか展示物あるやん、はい、あれにパーッと見て、こんなんまずあるんと思ったらさ、そうで写真いっぱい撮ったんや、はい、SNS でアップしたよ、はい、ありがとうございます、思わずで同じことしてください、そうそうそう、皆さん、はい、だから写真撮ってこうもう一回繰り返し見るから余計にこう、うん、深く浸透してくるんや、そうそうそう、でいろんなことを思い出したりとか、そうそう、調べたりしたくなる、もう一回で分かる、ググってください、そう集めたりとかしてくる、そう確かに、あるかさ、ちょくちょくいろいろやってるの楽しみ。そうなんよ。だから、ここはすごいしね。美術館ですか。はい。ほんまに、この、うん、この、地上16階。16階。で、今、まあ、22年ぶりぐらいかな。はい。で僕ら、久々に再会して。うん。だから、なんか、
不思議な感じやけどね、なんか相変わらずで、うん、ほんまですわまあそんな感じでね、今日は久しぶりに再会したんで、まあこの配信させてもらったけど、まあこれアーカイブには残すと思うんで、はい、これでね、また一緒にね、この盛り上がって、この感動を共有し合えたらなと思うし、そう思って、はい、ハードありがとうございます、ありがとうございます。そんな感じで、今日はですね、アベノハルカスから、庵野秀明店でね、庵野秀明店の、初日ということですね、それに携わっている僕の小豆島の後輩の三好寛君がですね、どうもお騒がせしました皆さん、突然ライブ配信させてもらいましたありがとうございます。それではまたお会いしましょう、ま、ボビーでした、はい、じゃあね、バイ、こんな感じで、はい。